すごい。あ、すごい、なんか、地魚懐石魚村さんにまたやってきました。去年の暮れに来てもう大ファンになっちゃって味が忘れられず、もう一度お邪魔します。はい、こんばんは。魚村さんにやってまいりました。楽しみにしてた夕飯ですね。どれから食べていいか迷う。ではこちらカツオとナメロ、はい、イサキ、黒ムツ、タイとホウボウ、こちらはメダイとキンメダイ、クロダイとコウイカでございます。いただきます。いただきます。何？漬物。野菜からでいかね。どれからどう？好きなのからどうぞ。イカちょっと大きい。お、マグロいきます。ディナン君がマグロをいきました。ルパッチョ。ルパッチョ。いただきます。うん、おいしい。おいしい、これは。これはブリかな。ではこのさんが焼きというものをいただきましょう。あったかいうちに。これはさんが焼き。うん、おいしい。わらさとタイの天ぷら。わらさとタイの天ぷら。下がワンカだと物質的に。うん。オーバーおいしい。プリプリ。魚は。魚。魚だよ。魚これ。うん。魚のすり身が入ってる。すごく美味しい。ね、でも味が濃くて、ご飯しない。これがタイですね。これがワラサ。タイをじゃあ天ぷらにいただきましょう。うまっ。すごい身がプリプリ。タイめっちゃめちゃうまい。身がプリプリ。めっちゃ量がいい。じゃあ角から順番にいただいてきますか。今カツオね。うまっ。うますぎる。うまい。もうそれしか言いようがない。もうほんと新鮮でね。天ぷらがうまい。もううまいしか出てこないです。すごいね。こんな豪勢で、すごいで。ではこちらがバラさんですね。ありがとうございます。うん、まっ。しかもわさびやん。すごいな、これもう。感動。では、次、なめろういただきましょう。なめろう。
ゃんとなんか2人分みたいになってます、うん、じゃあ妻のを残して、うん、うん、すごい、あ、美味しい。で、あとはもう何がなんだかわかんない、説明されたけど忘れて、いや、これすごい肉厚、渋み魚が多い、うん、あ、それ最後にするんだ、やばい、これ身の厚さがすごい、おかわり、もっと綺麗だ、こちらも、プリプリしてる、肉厚がすごいね、うん、厚みがね、ボリュームある、うん、これ切ってるラインがすごい、うん、完食しました、ちょっと食べた、うん、全種類いった、うん、美味しくなったのかね、この炙ってやつ美味しいしか出てこない、ここすごい方がなくなる、すごい、去年のこれのね、定食も美味しかったけど、これはまた格別だね、見た目が良すぎるの、この予算でこの料理なんか悪いですな、ね、自作も邪魔で、これ全部、うん、これはなんか無理に無理、してでも抹茶が入って、うん、これ最後か、これがラストか、そうですね、最後の切り身をいただきます、他にもちょっと下味あるんじゃない、この隠しアイテムみたいな写真、これでごちそうさまでしたね、最後はデザートをいただいて終わります、これはホテルの部屋かな、デザートだ、デザートこれよ、そうだよ、医者何が来るかしないか、みんなが食べてるから、はい、子供がレモンのシャーベットと交換しろということでパイナップルのシャーベットです、私はこれをいただきます、器も涼しげですごい可愛い、本当だ、綺麗な粒、え、ちょっとこれ、うん、うん、あ、すごい、うん、どうしてこんなことができるんだ、ね、うん、マンゴーでも使ったんじゃない、マイクラ
まんだ。うん、すごい美味しい。すごいパイナップルの味がするので、全然酸っぱさがない。うん、酸っぱくない。嫌な酸っぱさです。ちょっとだけ甘酸っぱさ。どうですか、レモンのキャベツは。うまいけど、ちょっと酸っぱい。レモンのシャーベット。本来大人が食べるはずだったもん。あー美味しいけど酸っぱい。ごちそうさまでした。すっごく美味しかったです。最高。そして本日は旅館阿波屋にまた泊まります。取れてる。ここで、うん、骨のところだけの。